歴史と文化の町中川町は四国徳島県の東南中川の下流に位置し、昔より漁業、農業、そして木工業など豊かな水に恵まれて発展してきました。また1993年国道55号バイパスの開通により県内外からのアクセスも容易になり、観光や物流経路として大変便利になっています。文化施設も星の観測や科学実験ができる中川町科学センターや天文館、歴史を知ることができる歴史民俗資料館など文化施設が数多くあり、町ぐるみで文化の継承・保存に力を注いでいます。今回はそんな中川町の無形文化財に指定されている原の獅子舞をご紹介しましょう。原の獅子舞は中川町大字原阿座井内に鎮座する王子神社に古来より伝承されているものです。原地方の歴史はとても古く、先年奈良の平城京遺跡発掘の際、阿波の国長郡原の里黒米五島や白米五島と書かれた木簡が出土しており、およそ1300年以前から開けていたものと推測されています。また昔から王子神社とこの地方の豪社三栗八幡神社の秋祭りに毎年奉納され、八幡神社の江戸時代の古文書にこの獅子舞のことについて書き残されています。この舞はもちろん神前の神楽が本文で、頭使いと胴使いの若者が一体となって小太鼓と三味線の曲に合わせて舞いますが、素朴な中にも独特の風格と威厳を十分表現し、特に夜間の舞が一層見事で、観衆の邪気を払い感動をもってその効果を発揮します。戦争前の三栗八幡神社の祭礼は十数個の屋台が集まり、競馬も開かれる県南屈指の大祭で、その中でも獅子舞の人気は大変高く、これが始まるとその周囲は黒山のように人垣ができ、この時ばかりは原の氏子たちは皆肩身が広かったそうです。戦争中中断していた獅子舞も戦後若者が揃って復活、伝統は受け継がれています。最近では進学や勉強、就職などで練習する時間が取れないといった状況で後継者不足が問題となっています。今回徳島県出身の落語家桂七福さんを迎えて獅子舞に花を添えました。方角のサビの部分とかね、誰でも耳に馴染んでるようなその三味の民謡であったり羽歌地唄の部分部分が使われてるんですよ。どういう風景台でこれを受け継いできたのかは知らんのですけど、なぜ時代用の三味線とともに残っとったんです。この絶対この方でなけりゃあかんというもんじゃなさそうなんですよね。が忙しくバーッ動くところで、天然ってことは、温度に入れてもいけない。ちょっと変えて、印象とか。あと太鼓合わせるのも大変そうでしょうね。まあ、太鼓なんですけど、元来あの、僕らが教わったのにはね、あれはもう古才なんですが、獅子の舞に合わせてあの表紙もこうこうっていうようにね、ほら昔の方はもう細かにあの教えていたんですけどね。ほら体力はものすごいけど、また俺も体力使うほんの綺麗に獅子が出てくる。本番数日前
腹の獅子舞について夜遅くまで時を忘れて語り合いました。いよいよ本番の日がやってきました。保存会の皆さんが手際よく作業を進めます。宮司さんによって関係者一同身を清めます。それでは七福さんお願いします。皆さんこんばんは。今日のご案内役桂七福でございます。今日はですね、徳島県那珂郡那珂川町の原地区にあります王子神社にお邪魔しております。今日こちらで伝統になっております原地区の獅子舞が披露される、奉納されることになっております。那珂川町の無形文化財に指定されております原の獅子舞、もう間もなく奉納されることになっています。皆さんこんばんは。返事ありがとうございます。今日原の獅子舞、総合案内をさせていただきます桂七福と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私も同じくこのハッピーを着させてもらいましてね、私が着るとなんか半袖のシャツみたいになってチンチクリになってますけども、今日は皆様方那珂川町の無形文化財に指定されております、指定されました。まあ、それを記念する意味もあるんですけれども、大々的にこのように皆様方にお集まりいただいて獅子舞を奉納させていただきます。皆さん方一生懸命練習を重ねて今日の本番を迎えております、林連中の皆さん方は今もう緊張がピークに高まっているのではなかろうか。でまた私の後ろの幕、こちらの向こう側に獅子舞踊り手の方々がいらっしゃいます。緊張がどんどん高まっているんじゃないでしょうかね。さあこの獅子舞、那珂川町指定無形文化財原の獅子舞、流れといたしましてこれから工場がございます。工場の後獅子舞に入ります。で獅子舞舞の流れは獅子ののた打ち、蜘蛛舞、はしご下、やぐらのぼり、そしてやぐらの折りと続きます。まずは工場から始めさせていただきます。皆様方どうぞ原の獅子舞ごゆっくりご堪能くださいませ。まずは工場からです。東西東西東南に雲を収まり、西国風静かにして波豊かなる金河屋や当社宇治王子神社静しめのため寿司の一曲をほらがえり、並びに熊舞谷がえりを相止めまする間、
旗から旗、隅から隅まで一湯にご神女のほど恋願い立てまくる。いよいよ大蛇のたうちの始まり。Thank you.
上が原の獅子舞でございます。徳島県、中川町の無形文化財に指定されました。本日まあ記念というような感じでこのように奉納させていただきました。寒い風が吹く中でご覧いただきました皆さん本当にありがとうございました。これからまあ皆さん方の練習を重ねまして、今後もこの原の獅子舞保存と継承とそれから、今後夢は大きいですね。獅子舞というのは言葉ありません。日本国中果てまて世界どこへ持って行っても見てもらって、それを堪能していただくことが可能な芸でございます。伝統芸でございます。で、今獅子の中に入ってらっしゃった方はここでもう、伸びております。伸びるぐらい、若い獅子が伸びるぐらい力を入れて待っていただいた原の獅子舞、下座の皆さん方、そして今発表を来ております、後ろで並んでおります氏子の皆さん方、それから皆さん方の、集まっていただいた皆様方の支えによりまして、原の獅子舞これからどんどん発展することと思います。獅子を待っていただいた方、それから下座の皆さん、で本日のイベントを支えていただいたスタッフの皆さん、そして何より皆様方、今日集まっていただいた、皆様方それぞれ隣の方々に対して大きな拍手を持ってお開きとさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。以上をもちまして、本日の中川町原地区王子神社奉納獅子舞をお開きとさせていただきます。お集まりいただきました皆さん本当にありがとうございました。夜道苦労ございます。どうぞお気をつけてお帰りくださいませ。本当にありがとうございました。中川町王子神社の獅子舞、今無事に終わりました。皆さん方後片付けの最中でございますけれども、このテントの中、これはあの下座さん、お三味線と太鼓の方々が、こちらで演奏しておったテントの中で、おしゃべりをしておりますが、皆さん本当にお疲れ様でございました。私も初めて見てもう感動させていただきました。本当にありがとうございました。で代表して前に3人の方に来ていただいております。まずお一人目でございます、締め太鼓小太鼓を叩いていらっしゃいました。お疲れ様でございました。どうも。一生懸命叩きました。とこと練習しよったんですよね。はい、まあ、太鼓が古かったのでね、今度この日のために作っていただいたんです。で経験者の方々が集まって、まあ、伝承していこうということなんですけども、うん、実際に以前に太鼓の経験はあったんですか？いや僕はね小学校の、1年生ぐらいからずっと叩いてきたんですけどね、はい、あそうなんですか、はい、そして中年になるとまた獅子を回して、それでも今度60歳過ぎるよは太鼓の方へとまた、あでも子供の時から獅子舞には携わってこられたんですね。そうです。これからこの原の獅子舞、こんな夢をわしは持っとんじゃって何かございます？そうですね、後継者に託す夢でも結構です。後継者にね、まあ獅子を使う方がね、後継者がいないんでね、それが一番悩みの種ですね。なるほどね、で本日は獅子の中に入っておりました、舞い手の方にもお越しいただいておりますので、一言話をさせていただきました。ちょっと前を失礼いたします。で間にちょっと入れていただいて、はい、失礼します。獅子の舞い方でございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。もう言葉の前にバテバテですよね。そうですね、でその獅子ずっとかぶっておりましたので入っておりましたので、どちらに入ってらっしゃったんですか？頭の方。頭ですね、はい、頭大変でございましたね。そうですね、重たいですからね。失礼ですけど、おいくつでいらっしゃいますか？役を過ぎました。役を過ぎた、はい、41です。ということは体力的にはかなりきついものがあったじゃないですか。そうですね、はい、で過去にこの獅子舞というのは経験はあったんですか？そうですね、何度かは。何度かは、はい、その時はもうやはり頭で。そうですね、頭やったり後ろやったりね、はい。頭どういう気持ちで待ってたとか今振り返ってみて今日心の動きどんな感じでした？そうですね、まあ、教えてもらう方が古い人ですよね、その人らが言うにはやっぱり獅子になれと、はいはい、人形じゃなくて獅子になれと、生きてる獅子を見せてあげようということで、もう生きてるように苦労しました。お、はい、で今日振り返ってみて獅子になれましたか？きついですね。きつかった。いや、俺もきつかったっていうのは体力的に。そうですね、それもあるし、ここがわしきつかったっていうのを覚えてらっしゃいます？
そうですね、やっぱりどれもこの3つ全部同じだと思うんですけど、はい、最後ですね、最後の締めのところが一番きついですね、はい。皆さん方に伺ってるんですけど、これから腹の獅子舞、私はこういう夢を持ってるぞというのは何かございます？この上まで登ってきたですね、矢倉の上まで、はい、なるほどね、はい。お三味線ご苦労様でございました。大変でございましたね、はい。ずいぶん練習もしたんですけどね、やっぱり素人で、さてになったら練習なんですけども、はい、もう皆さん前々からされてますけど、三味線皆さんで実際に音出して練習を始めたのは今から遡っていつ頃からですか？12、3年になると思うんです。ああのずっと連続ではないんですけど、あの獅子舞が復活するっていうに合わせて、はい、あの年寄りが一人引っ張ったんです、このけん後継者っていうようなことで、まあ私は見なよって似た年代のもんが名乗りを上げて、ほんであの継承したいっていうようなことでしたんやけど、でこの腹の獅子舞なんですけども歴史は本当に古いですよね、ですからあの昔よくご覧になってたんですか？毎年、はいはい、あの子供の時から、あの見ておりました。あですか。娘さんの時はどうでした？娘の時にはね、あの年寄りが三味線一人弾いていましたので。そうですか。で皆さん方とその音を合わせたり調子合わせたりするっていうのはまだ難しいでしょうね。とっても難しいです、ね、これからまだまだ精進者なんだ、とても無形文化財に、まあ、指定されたというので、はい、まあ、皆さん方にもそのプレッシャーであったり責任を感じられるところもあると思いますけど、はい、まあ、今日業者の方が集まっていただいて、はい、歓声が上がったり拍手が起こったりしましたんで、ああいうので大事にしていきたいですね、はい、とても、ね、あの嬉しかったです、本当に皆さん本当に今日は本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。徳島県中郡中川町王子神社、中川町の町指定の無形文化財に指定されました腹の獅子舞、無事奉納することができました、奉納が終わりましたら風が強くなってくる、これも王子神社のなんかご利益かなとそんな感じがいたします。祭りが終わりました。腹の獅子舞無事奉納されました、今皆さん方後片付けの最中でございます。無事にお開き迎えることができてよかったですね。中川町の歴史や文化を語る上で欠かすことのできない腹の獅子舞、個々の問題を乗り切りこれからも大事に伝えていきたいと思っています。